最近よっちゃんちょっと問題起こしてるからマジで。あいつこの前ほんとガチで切れた俺。一回。人としておめえそれはよくねえぞっつって、マジ切れしたわ俺。ほんとに。言っていいかその話。てかね、もうね、ほんとに、てかもう、もうね、あいつ一個マジダメなことがあって、酒飲むと、本当に事件起こすのね。本当に。じゃ、ここで言えねえような事件起こすの、マジで。ガチで。あ、米ぶつ、ごめんごめん。で、それをなんかね、許さざるを得ないじゃん、酒飲んでると。で、俺もまっちゃんも、まあ、天狗ちゃんもそうなんだけど、そのギリギリ止まるんだよ。結局。理性が、働くから。あいつもう本当にね、行っちゃうの。例えばさ、もう本当一番簡単な、一番簡単なところ、一番ライトなところで言うと、酔っ払った勢いでカップルに絡んでって、女の肩掴んで、飲んでるペットボトルのお茶ブーって引っ掛けたりすんの。もうさ、もうダメじゃん、そんなの。俺もうマジでめんどくさいの。ほんでさ、わざわざさ、1、2時間かけてさ、喧嘩売っちゃうのね。で、謝ってごめんね、ごめんね、っつって。で、この前さ、まあ、とある事件が起きて、その友達の個人情報をパーンって言っちゃって。で、そんでね、その後、いや、ちゃん、俺も一緒に謝るから、別によっちゃんだけのせいじゃないから、二人で謝ろう、っつって、謝ったんだよ。で、その日の夜ね、2時ぐらいに、純一、ありがとう、心の友よって LINE が来てたの。ジャイアンかよっちゃんしか言わねえんだ、そんなの。心の友よって、あ、よっちゃん慢性してんな、と思って。で、翌日ね、謝ったわけよ、ごめんね、つって。いいよいいよ、まあ、そういうこともあるよ、つって謝ったわけよ。そんでね、俺言ったわけ。な、別に、な、悪いことしてるわけじゃねえから、別に堂々としてればいいと思うんだけど、ほとぼり冷めるまで、ちょっと、ね、ニコ生やんない方がいいよ、つったの。そしたら視聴者も飽きてなんだかんだでさ、そんな犯罪めいたことするような人って少ないから、それ絶対そこは大丈夫だから、まあ、ちょっと、二人は休んだなって言ったんだよ、俺。そして、俺も話題に出さないし、そしたらもう風化するから絶対安心して大丈夫だよ、っつって。で、奥さんにも謝って、多分こういう理由だから別に、本当に心配しなくていいからねって言ったんだよ、つってさ。よっちゃんもね、分かった、本当にお前の言う通りだ、マジでありがとう、つって。そうするよ、って言ったんだよ。その4日後に酔っ払った勢いで、ビヤーって湧き取って、案の定その放送で個人情報バンバン書かれて、で、まっちゃんがそれに対してやっぱ、怒ったわけよ。いや、よっちゃん、そりゃねえよ。純一が言ってくれたじゃん、みたいな。で、その時にあいつ生放送してる時に、LINE が鳴ったと思うのね。で、LINE だって本人気づいたのに、知らねえふり知らばっくれで、で、放送終わったと同時に、まっちゃんから、ほんと鬼電入って、で、スカイプで鬼電が、なんか鬼電来たって表紙で、あいつね、まあ、なんて返したと思う。今は電話に出たくて、怒られたくねえから電話に出たくねえんだみたいな、を返して、もうまっちゃんがほんとひどく傷ついて、俺さ、本当に悲しいよ、もう、本当に純一悲しいよって、あいつさ、次の日、仕事なのに深夜の2時に電話かけてきて、いや、まっちゃんごめんなって、俺も悪い、俺止められなかった、俺も悪いよって、周りが傷つくんだよ、本当に。で、俺たち本当に親友って言えるから、別にね、自分の命と同じぐらい大事だからさ、そんなんでね、お前、もうふざけんなよって言えないじゃん。だから何回もよっちゃんに注意すんの。あいつ注意された時、ものすげえ反省すんのね。もう本当にごめんなさい。もう俺、もうお前たちみてえな心の友を傷つけちまったから、俺もうマジで、もう、なんてお詫びすればいいみたいな感じで、ものすげえ反省すんだね。こんな、なんていうの、軍みたいな反省の仕方すんの。いや、もう本当にダメだわ、俺。本当にダメだわ、つって。軍隊のようなね、反省するわけや。で、その姿見ちまったらさ、俺もまっちゃんもさ、なんていうの、別に、なんやかんやでさ、怒れないから。笑い話するんだけど、もうそれが立て続けに2ヶ月で3連チャンあったのね。
クリスマスの日にさ、こっちはさ、気合入れて生放送すんぞって言ったけどさ、もうあいつがクソみてえにメールなんだって、もう、順一来てくれって言うからさ、俺わざわざさ、女との予定もぶちってさ、生放送でもよっちゃのせいにできねえからさ、悪い人とこの後予定があるんだ、女と遊ぶんだって言って嘘ついてさ、みんな仕事で忙しい、だから10人ぐらいバーって集まって、よっちゃん、大丈夫だよ、つってなんか、その後翌日に、その悩み解決したにもかかわらず、その周りに報告しねえとか。マジであんのね、ほんとに。そんでなんかちょっと友達の結婚式の日にもう大事件。ほんとにもう、なんていうの、粗相残してあいつもうニコ生で話さないでくれって言われたけど、俺言うわもう、治んねんだもん、あいつ。そんで酔っ払った勢いで生放送すんじゃん。だからもうあいつが酔っ払った勢いで生放送したらもう止めてみんなで。本気で。おめえ、純一マジで怒ってたぞ、つって。ダメなんだよ。別にさ、酔わずに生放送すれば、あいつもうさ、カツオみたいな感じじゃん。カツオ、磯のカツオ。姉さんみたいな。すげえいいやつだもんね。いや、だから反動が出ちゃうの。腰低くてさ、友達思いで。職場でもすげえ人当たりいいのね。仕事も休まねえし、真面目だし。酔っ払うと反動出ちゃうんだよ。マジで。もういい加減直さなきゃダメだよ、本気で。結婚式で何しでかしたか言ってくれ。俺が引いて言えないって相当じゃない？いや、これね、やばい！もうちょっと、3年後くらいじゃなきゃネタにできない、マジで。もうね、ダメだよ、ほんとダメだよ。これはもうね、あの人一回痛い目見て、反省しなきゃダメだよ。それで臭いものに蓋 してたら、もういつまで多分治んないから。何から例えて、いや、良くないことなんか周りが引くよ。俺だってもうよっちゃんと飲み行きたくねえもん、マジで。だから、金曜日とか、金土、よっちゃんから電話かけてると必ず無視するもん、俺。だって飲み行きたくねえんだもん、だって嫌なんだもん。みんなさ、あ、俺ちょっと、もうあいつがめんどくせえってこと知ってるからみんな帰っていくの。で、俺がさ、あいつんちまで送ってってさ、一個言うわ、あんか、おい、ジェシー！おしっこが漏れちゃうよって言ってよ、山手線のホームでチンポコ出しやがって、あいつ。ちょ、マジやめて、ほんとに。もうほんとやめて、もうチンポコブラブラーみたいな。やばくねえか？だってここトイレだもんとか言い始めて。ちょっとピュって、なんか、ヒュって、ちょっとだけピュって正面出して止めて。普段めっちゃいいやつなのね。だから俺は困ってるんだよ、本当に。何なんだろうね。周りにいる？いや、止められなかった、マジで。もう俺は。だから、もう最悪、なんかそういう事件だったら、俺この人死にませんっつって、もう逃げてくるつもりだったのね。なんでそんなに変わっちゃうんだろうって。おい、じゃあ、よっちゃんまた減らるぞ。一回マジお気を据えた方がいいよ。この前のやつは俺本当に頭に来たわ、さすがに。いや、自分のことやったらどうでもいいんだけど。いや、友達のさ、ことでさ、しかもこちらに日があるのにも関わらずさ、それを生放送でバッて言って、なおかつ電話に出ねえってどういうことだよって。もう悲しむだろ、それ、友人が。更生施設入れるしかないよ。マジで？いやでもね、ほんと一回マジ、ほんとこれはね、もう怒られた方がいいよ、誰かに。だから俺とかまっちゃんじゃ結局、無理だから、なんだかんだでよっちゃんの味方になっちゃうじゃん。あいつが何したとしても、でもよっちゃんっていいやつなんだよっていう話で終わっちゃうじゃん。周りから見たらほんとただのクソ迷惑な小じきだから、あいつマジで。なんかさ、みんぐるーってかってみんなもう本当にさ、騒ぎ散らしてさ、ああ、俺財布に金がねえやつって、わざわざ俺が下ろしに行ってさ、でさ、俺が財布持ってた、あいつの財布持ってたら、泥棒！おい、こいつ泥棒だぞって感じで、俺、よたら、ちげえんだ、おめえが今よ、あれだからよつって。ひねえんだ、あいつマジで。で、目が覚めるとさ、ものすげえいいやつに戻るじゃん。いや、あれ二重人格だよ、マジで。
二重人格なんだよ。いや、ダメだよ。本当に、これはね、マジ、俺、あれは、俺はダメだと思った。酔っ払った勢いで放送するのあんま良くねえんだよ。あのね、できる人だったらいいんだよ、別に。限度超えちゃうじゃん。男のちぎりみたいなのがあったんだよ。いや、でもさ、俺もいっぺん迷惑かけちまったしさ、いいんだよ、みたいな。俺悪いことしてねえから、全然、おめえら気にすんなよ、みたいなこと言ってさ、俺ほんと、あ、まあ、ちゃんごめんな、っつって。いや、俺もね、一緒にやってたから、よっちゃんだけ悪いわけじゃねえんだよって、俺、よっちゃんだけ悪いわけじゃねえんだよって、しかもなんか、本当俺が悪かった、俺が電話しちゃったらごめんね、つって、言ったにもかかわらず、いや、1ヶ月だったらわかるよ！ 3 日後にあいつと酔っ払って枠取ってんだよ！ 3 日あいつ最近、酒癖マジ悪くなってんだよ。本気で。昔そんなことなかったんだよ。しかもお前の悪口さ、ふざけんなのバカマジ。殺すぞ本気で。クソじゅんって言ってた。お前ふざけんなよバカ。てめえが財布なくしたっつうから俺よ、お前、あいつに一万持たしてよ、これでタクシーで県なんつってよ、ふざけんじゃねえぞバカがよ。結局なんかさ、乗り過ごしてなんか、なんていうの、茨城まで行っちゃいましたって深夜に電話かかってきて、知らねえよそれ来たけど。茨城まで行っちゃいましたつって。もう絶対、もう絶対飲みに行かねえ、あいつと。疑問なのが、よっちゃんって仕事してるとか、めちゃめちゃ真面目に仕事してるから。昭和のさ、戦時中の軍隊みたいな。はい。いや、すごい真面目だよ。なんでああいうふうになっちゃうんだろう。ストレスやっぱ溜まってんだろうな。え、なんか家の中でさ、飲んだ方がいい。いや、まあ、甘やかすっていうか、やっぱ友達だからさ、なんだかんだで見捨てらんねえじゃん。俺は、でもあれ初めて本当に。いや、絶対俺さ、そういう時さ、最後までいてあげようって思える人間なんだけど、俺初めてだよ。人生で初めて、あ、俺もうこいつ置いて帰ろうって 本気で思ったわ。多分ここでよっちゃん置いて帰ったら警察にパクられるけど、もうめんどくせえから無理だわ、と思って。いや、もう本当に警察でよっちゃん捕まってもいいやって思ったの、一瞬。いや、別に彼女ともうまくいってるし、仕事もうまくいってんだよ。一回バクらせると、あいつさ、酔っ払った勢いで、二十歳ぐらいの時に酔っ払った勢いで万引きして土下座してるんだよ、セブンイレブンで。本当にすいませんでしたーつって。で、許してもらってんだよ。もう痛い目見てんだって。ヤクザに絡んでさ、ジャンソンに呼び出されてさ、ボコボられてさ、学校に通報が来て、ヤクザから、おめえんとこだよ、あいつがよ、なんか生意気なんだよって言って。でさ、ジャンソンでヤクザにボコられてさ、もう俺本当に、自分一緒に謝りに来てくれーつって。一緒に謝りに行くのはいいけど、俺やだよーつって。あいつ怠慢なら負けねえからかかってこいよって酔っ払った時に言ってたわ。女に向かって言ってたわ。ブーって吐いてさ、キャー何この人とか言って、おめえらなんかにや、怠慢負けねえからぶっ飛ばしてかかってこいよって。この人あれなんです、本当にすいません。もう、いやこれね、もう隠しててもしょうがねえ。あいつもニコ生で言わねえでくれ。彼女に怒られるからさ。いやもうダメだよ。一回マジで本当にみんなに怒られて痛い目見なきゃもうダメだよ、本当に。ダメ。絶対。じゃなきゃ本当周りから人がいなくなっちゃうから。本当に。いや、俺は面白いからいいよ。マジで。ニコ生やってるからみんなこんなことがあってさ、みたいな。あいつパクられるぞ、マジで。腕っぷしなら負けねえって嘘でも言ってるや、そうなんだ。なんとかしてやりてんだよな。いいじゃん、バクられても。いや、でもそしたらあいつかわいそうじゃん。
あいつかわいそうじゃん。飲むとね、そういうふうになっちゃうんだよ。でも一回どっかで会議しなきゃいけねえよ。あいつの更生会議みたいな。なんかいい手立てないのかね、そういう人に。いや、アル中だと思う、リアルな話。アル中だよ、本気で。アル中だよ、リアルに。動画撮って見せろ。いや、引くぞ、マジで。なんか、友人の結婚式で友人の上司が来てたんだけど、そいつを、俺たちしかいない二次会に頭の髪の毛引っ張って連れてきて、タメ口でなんか、おめえみてえなよ、バカがよ、おい、面白いことやれみたいな感じでね。その人がまだ優しかったからよかったけど。ダメなんだよ。笑えねえだろ。あいつほんと更生施設入れなきゃダメだよ。いや、普段そんなこと絶対しないんだよ。聞くだろ。周りもさ、もう止めねえの、周りも。自分が絡まれんのめんどくせえから俺も止めねえの。あ、もういい、あのハゲに任しとこう、みたいな感じで。本人全く覚えてないんだよ。全く覚えてないんだよ。ちょっと前に、もうこの際だから言うわ。次の日さ、鬼のような謝罪メールが。敬語でさ、昨日は本当に申し訳ありませんでした。大人として恥ずかしい行為をしてしまい、大変申し訳ありませんでした、みたいなさ。あれもうダメだよ、本気で。記憶全くないんだって。いや、毎回じゃないんだけどさ、飲むとそれなんだよ。だからさ、伊豆で喧嘩した時もそうじゃん。何の理由で喧嘩したか覚えてないんだけど、よっちゃんから手出して、天狗ちゃんの顔ぶん殴って、それで天狗ちゃんがキレて、二人中顔大技で。俺寝てたから気づかないけど。生意気だっつって切れて。顔中傷だらけなんだよ。んでさ、俺もさ、ベロベロに酔っ払って外で寝ちまって。みんながさ、運んでくれて、俺もなんかもう酔いつぶれてぶっ倒れちまって海岸で。そんで、駐車場まで運んでくれて、駐車場で俺寝てたの。そして隣パッて見たらさ、朝起きてパッて見たら、もうよっちゃんがさ、傷だらけでね、車の下で寝てて、顔中血だらけで車の下で寝てたから、え？と思って。わかんないじゃん。絶対これ引き逃げされたと思って、俺の友達が殺されたと思って。マジで！顔中血だらけだよ。でさ、ピッコロみたいなこと言うの、お前が無事でよかった。みたいな、ご飯にさ、最後、ナッパにさ、ナッパの開口派を、守ってさ、死んだ時のピッコロみたいな。お前と過ごした何年か悪くなかったぜ。みたいなこと言って最後バラって倒れたの。俺マジよっちゃん死んだと思って、お前が無事でよかった。酔いが覚めるや否や、お前が無事でよかったって言ったんだよ、俺に。めちゃめちゃいいやつだろ。自分が顔中傷だらけなのにさ、言えるか、そんなセリフ。お前が無事でよかったって言ったんだよ、あいつ。いなくねえか、そんなやつ。ほんでさ、俺がみんな呼びに行って、よっちゃんが車にひかれたっつってさ、よっちゃんの彼女も心配してさ、夜中中探してたみたいで。んで朝起きたら、なんかその旅館のババアにクソキレられてて、あんたされてまーみたいなこと言われてて、俺他人、もう俺知れません、他人ですっつって。まっちゃんとよっちゃんがなんか土下座しててさ、ゴミ片付けてくださいっつって言ったらさ、なんか漁業組合のじじいとかが、おめえらか気のされてたなーっつって。よっちゃんがそのじじいに切れてた。おい、てめえかかってこいよみたいな感じで。もう最悪だったよ、マジで。本当に最悪だった。もう二度と行けねえもん、あの旅館。大喧嘩してたよ。横浜ナンバー覚えたからだーみたいなこと言われてて。俺と天狗じゃん。もう上でケタケタ笑ってた。
もうあいつらもうほんと置いて帰ろうぜっつって。置いて帰ろ、帰んないっつって、わっちゃんと俺とサイクちゃんで。そうだよな、チェンジョスか。なんかさ、いや俺酔っ払うのはいいと思うんだけどさ、どっかで歯止め効かなきゃいけねえと思うんだよな。どっかで。それが大人っちゅうもんじゃん。そう思わないかね、みんなも。思わないか？そうは。俺さ、配信中酒飲んでもさ、なんていうの？その、うえぇー、寝ろーとかなるけどさ、一線絶対超えないじゃん。それってさ、絶対、もう超えられないの。人って一線を。超えられないわけよ。あの程度じゃん、結局。誰かに伝達しててめえ殺すぞとかさ、人ぶん殴ったりしねえじゃん。結局さ、超えられないわけよ、人間って。あいつ余裕で、余裕で超えてくるとね、グーンっつって。グーンって超えてくるの。俺、それは違うと思うんだよな。自分に帰ってきちゃうんだよ、結局。大切なさ、友達とかを傷つける結果になるからさ。今度さ、あいつがニコ生撮ったらさ、言っといてくれ。ジュンが本気でちょっと注意してたぞ、つって。あいつ絶対酔っ払った時にあれするから。ね、そしたら自分我にちょっとでも、我に返って。後日談だったら面白いんだ。結局みんなさ、許しちゃうから。何があっても。よっちゃん結婚式で何したの？まあ、3年後ぐらいに言うわ。3年後ぐらいに。言います。わっちゃん未だによっちゃんに粘着されてて、マジだよ。 あいつもうさ、なんか、あれなのかな？知恵遅れなのかもしんねえな。なんかさ、いろいろ人には事情ってあるじゃん、別に。大人なんだからさ。どこかで通じ合ってればいいじゃん、別に。一年合わなかったとしても、二年合わなかったとしても、三年合わなかったとしてもさ、その時その時にさ、もう子供じゃねえんだからさ、どういう自分の周りを取り巻く環境なんて自分で全部ケツ拭けるわけよ。18、15、16じゃねえんだから。この人とは付き合っていこうとかさ、この人は付き合わないにしようとか。心のどっかでさ、仲良かった記憶があって繋がってたら別にいいじゃん。わっちゃんだってそういうふうに思ってるわけよ、絶対。大人だってわかるわけよ。よっちゃんが電話に出ねえっつって、あいつ60回ぐらい電話するのね。で、わっちゃん出てさ、おう、よっちゃん久しぶり、みたいな。着歴埋まる、俺は許さねえ、みたいなこと言って。許す許されるの問題じゃねえわけだよ。熱いんだ。なんかね、そういうとこあるんだよな。よっちゃんのこと本気で思ってるなら、更生施設入れるべきと URL 貼ってよ。更生施設。あれダメだよ。ほんとダメだよ。あれマジで俺はね、ほんとにね、これはね、よっちゃん一回ね、ほんとに反省しなきゃいけないと思う。何か大切なものを失って。なんか俺はね、でも純が変えてやろうと思わないんで、いや、だから周りがさ、天狗ちゃんはマジでフリーなの、そういうの。別によっちゃんだからいいじゃん、つって。で、俺とまっちゃんも相当緩いじゃん。俺も許してもらってるからよっちゃんも許そう、みたいなのが、全部俺たちの中ではさ、全員にあるわけよ。例えば、俺たち、なんかみんなの中では絶対 NG だと思うんだけど、当日に遊びたくなくなったっていう理由で、ドタキャンするのオッケーなのね、全員。それみんながみんなオッケーにしてるの。なんなら連絡しないで断ってもオッケーっていうのは暗黙のルールとしてあるのね。遊びたくないっていうのってさ、究極じゃん。風邪ひいちまったとかだったらさ、いや別にさ、会おうよとかなるけど、遊びたくなくなったってもうすげえ一番理由だから、これ全然ありなのね。で、それもネタになるの。この前だから、その誰かが苦しいって言った時にみんなバーって集まって、こういう時、おめえさ、こういう時じゃなきゃ集まらない。俺たちって友達なのかみたいな話で盛り上がったんだよ。確かに、つって。2、3年平気で連絡取らねえもんな、みたいな。よっちゃんは俺がニコ生やめたせいだってずっと言ってたけど、ちげえよ、バカ。俺ずっと思ってたけど。死ねって思ってたけど。おめえだけだよ、そんなことが、俺がニコ生やめたせいで、おめえらとは付き合いがなくなったみたいな、ずーっと言ってた。ちげえバカってずっと思ってんの。
おめえが酒飲むとめんどくせえから会いたくねえんだよって俺思ってたんだけど、それまあまあまあ、本人に言うと傷つくからね、言わなくて。え、そういうのありなんだ。だから俺が、まっちゃんと遊ぶって言った時も、まっちゃん今日ちょっと行く、なんか行くのめんどくさくなっちまった。って、わかったわかった、じゃあまた今度な、みたいな。逆もまたしかりなの。ジュンちゃん今日行くのめんどくさくなっちゃった。みたいな。当日かかってきたら、いいよ、全然また今度遊ぼうよ。つって終わるのね。で、その周りにやるのはなしじゃん。で、許される中だからこそさ、緩くなっちゃうのかな。なんでも OK、みたいな。ただでもね、変わってほしくねえんだよ。そういうよっちゃん好きだからさ、なんか、めんどくせえあいつが。すげえ真面目になっちゃったらさ、遊んでても面白くねえじゃん。酒飲んでもよ、あんま酔っ払ねえでさ、7時ぐらいに、ちょっと彼女がいるんで帰りますとか面白くねえじゃん。そういうのをね、期待しちゃう周りの気持ちも、難しいところであるんで、だから、行き過ぎなければ最高に面白いんで、行き過ぎなければ。ギリギリのところで踏みとどまってほしいんだよ。チンポ出すぞっつって出さずに終わってほしいんだよ。いやなんか、見えないように出してほしいの。電車に向かってビローってやつチンポ出してて。いや、それは犯罪じゃんってなるじゃん。終電だから大丈夫だよ、うんこじゃーみたいな。ビロロローンっつって、クソズル向けのチンポをビヨーンって出してたりして。ダメじゃん、それ。わいせつ行為じゃん、それって。よっちゃんも出したくて出してるわけじゃないかも。まあなあ、そうかもしんねえけどよ。俺がこうやって手で隠してさ、ちょっとしっこ出すわってピエって俺の手にしょっけ、おしっこかけてきてさ、あ、俺マジこいつほんとぶん殴っちゃうかもしんねえ。俺人のこと殴ったことないんだけど、初めて拳握ったもん、こいつマジ俺ほんとに、ほんと、ぶん殴ってやろうかな、みたいな。なんかでもさ、なんか、ギリギリのところで俺は踏みとどまってほしいわけよ。煽っちゃいけねえんだな。よっちゃんのそういう部分を。絶対、あれだよ。よっちゃんからさ、おめえそれ放送で言うなって言ったじゃねえかって LINE 来るけど記録するっすかね。マジで。いやもうそれはもうよっちゃんが悪い。これはもう裁かれなきゃいけない。マジで。一回痛い目見ないとダメ。マジ。俺記録するっすから。ダメ。お前とよっちゃん殴り合いしたことない。なんかね、あの人ね、あのね、俺にはなんかそういうことしてこねえんだよ。俺がいつも厳しく当たるから。よっちゃんお前ほんとダメだぞ、そういうのって。俺がマジで低いテンションで言うから。まっちゃんとか天狗ちゃんにはやったら張り合うの。だからさ、あのさ、3、4人ぐらいで飲んでてさ、よく昔あったじゃん、5年ぐらい前にみんなでニコ生やっててさ、喧嘩みたいな流れになるけど、俺には絶対絡んでこないじゃん。絶対まっちゃんとかに行くじゃん。いや、ベッドとかじゃなくて、もう俺がそういうの本当に嫌いだってのは分かってるから。すげえ冷たい対応するから、よち俺ほんと無理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 みたいな感じで。もうじゃ帰るじゃ帰るって帰ったことあるから。そうなんだ。そこちょっとなぁ、直してくれたらなぁ。いや、言葉でさ、何言われても全然いいんだけどさ、本人が傷つくようなことはさ、しちゃいけねえじゃん。まださ、俺のニコ生だからさ、こうやってみんなネタにしてくれてさ、もうそれで気づいてほしいわ。次こういう話題が上がるときに、フジテレビのニュースで上がってないとは限らねえからな。本気で。ネタにできねえぞ、本気で。そんなテレビのニュースでよっちゃん取り上げられたぞと言ったら。あいつの立ち悪いことが、マジ一個立ち悪いところがあって、天狗ちゃんも喧嘩っぱいんだけど、あいつめちゃくちゃ弱いのね。ゴミなの。俺あいつだったら小指で殺せるのね、本気で。軌道をグーッと押していけば、俺天狗ちゃん殺せるの。15秒あれば。で、よっちゃん強えんだよ、あいつ。で、喧嘩になった時にさ、相手ぶん殴っちまってさ、向こうが怪我しちまったら悪いじゃん。天狗ちゃんは女に勝てねえから。あいつほっときゃぶっ飛ばされて終わりだから、全然いいのね。ダメなんだ、ほんとに。よっちゃん強えから。それ会社の飲み会とかどうなってんの？わかんねえ。
電話してくるよ、たまに。純一くん、今、僕は自転車で飲酒運転してまーすみたいな感じで。おい、じゃあ俺それ警察に言うかんな、つって。すげえ冷たい。お前それ、人引いたらお前飲酒運転でパクられるかんな、みたいな感じで。で、すぐ切る。おめえあれだろ、その田舎道だからっておめえそんな調子乗ってんだろ、つって。俺は。なんだよ、これ。東海まであと1日。〇〇の集会我々だの人らの。やめてくれよ、ちょっと。今、俺がヨッチの悪口で今、盛り上がってんだから、やめてくれ。またニコニコ動画の悪いところが1個できたじゃねえか。てか、俺、時報で使えよ。うんこちゃんでーすちょっとやらしてくれ。2時の時報。よろしく。シーバターです。あれパクリでな、ちょっと。うんこちゃんでーす。あ、それ今度、挨拶それしようぜ。シーバター YouTube だからいいじゃねえか、ニコ生で俺がパクってもよ。ニコ生で誰が一番最初にやったんだ、俺だろうが今。